ナチュラルでもステロイドを超えることができる。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日はナチュラル VS ステロイド筋肉量比較ということで、実際にナチュラルとステロイドを使用しているトレーニーでどのくらい筋肉量に差が生まれるのかを、ドリュー医科大学の研究を使って解明をしていきます。後半ではナチュラルの方でも確実に筋肉がつくと言われているトレーニング変数についても詳細に深掘りをしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。まずはもう早速、本日の根幹とも言うべきナチュラルとステロイドの比較を行っていきましょう。こちらのドリュー医科大学から発表された研究では、ナチュラルで筋力トレーニングをする場合の筋肥大率と、アナボリックステロイドを摂取後に筋力トレーニングをする場合の筋肥大率との比較が行われています。こちらの研究は1996年と古い研究ですが、研究の内容や分析方法はとても素晴らしく、今現在でも引用文献として用いられる研究ですので、とても信頼性が高い貴重な論文だと言います。対象は43名の男性で、この43名を4つのグループに分けます。1つ目が筋トレもステロイドの投与も何もしないコントロール群、2つ目が筋トレのみを行うグループ、3つ目が筋トレプラスステロイドの投与を行うグループ、4つ目がステロイドの投与のみを行うグループの4つです。10週間の期間を設けて筋肥大率、筋力増強率を分析したんですが、結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、筋トレのみを行ったナチュラルグループでは筋肉量プラス 1.8kg、 筋トレプラスアナボリックステロイドを投与したグループでは筋肉量プラス 5.9kg、アナボリックステロイドのみを投与したグループでは筋肉量プラス 3.2kg という結果で、ナチュラルと比較しアナボリックステロイドを投与することによって約 3.2 倍の筋肉量の増大が確認され、筋トレを行わずアナボリックステロイドのみを摂取したとしてもナチュラルと比較し約 1.8 倍の筋肉量の増加が確認されました。つまり予想通り、ステロイドの摂取と比較するとナチュラルは確実に筋肉がつきにくいことがわかります。ただしこれ以前の放送でもお伝えしましたが、アナボリックステロイドの摂取は内臓を破壊し生殖機能を狂わせることがわかっていますので、筋肉量増大のためにステロイドを投与することは全くお勧めできません。多少筋肉がつくのが遅くなろうが、ナチュラルの状態でトレーニングをして筋肉量を増やしていくのが体、精神的にもとても健康ですので、ここからはナチュラルがステロイドユーザーに負けないための筋肉の増やし方をエビデンスが確立しているトレーニング方法に限定してお伝えをしていきます。ナチュラルがステロイドユーザーに負けないための筋力トレーニング法、それは筋力トレーニングで行うセット数をベストな状態に持っていくことです。それだけでいいのっていう疑問を持つ方もいらっしゃいますが、2023年の最新科学では筋トレでのセット数の増やし方で筋肉量が大幅に変わる知見が発表されているんです。まずは筋肉量を増やすためのエビデンスが確立しているセット数について深掘りをしていきます。2017年に西スコットランド大学から筋力トレーニングで行うセット数についてメタ分析が行われました。1987年から2016年までに報告があった6962件の観察研究から4週間以上の追跡調査が行われている研究、またトレーニング経験値の記載の有無、トレーニング内容が判別可能な9つの信頼性が高い研究を中止し、1日ではなく週のセット数でどの程度のセットをこなすことが最も筋肥大が起こりやすいのかの分析が行われました。対象となったセット数としては1週間に5セット未満のグループと5から9セットのグループ、10セット以上の3つのグループで調査が行われ、結果としては実際の論文の表を出すとこんな感じになっています。全体を通した結果でいうと、筋肥大率はトレーニング経験のレベルや内容には関係なく、セット数をこなせばこなすほど上昇するという結果でした。ただし最も筋肥大率の伸びがいい、つまりトレーニングの効率がいい週のセット数というのは決まっていまして、それがトレーニング0ヶ月から1年未満の初心者の方では1日のセット数が2から3セットであり、週の頻度としては2から3回、つまりだいたい週に10セットトレーニングを行うことが最も筋肥大効率がいいセット数になります。
これは一つの筋肉に対しての話ですので、例えば大胸筋と上腕二頭筋を筋トレ歴1年未満の初心者の方がでかくしたいという場合は、それぞれの筋肉を10セットトレーニングをすることが最も効率的に短時間で筋肥大をさせることができるというわけです。筋トレ初心者の場合だと筋肉痛が強く起こるという問題点がありますので、この問題を最小限にしながら筋トレを継続し筋肥大へさせるために1週間に10セットが最適ということなんです。そして翌年2018年にバーミンガム大学から発表された研究では、トレーニングのセット数の容量反応関係について研究が行われ、筋トレ歴1年以上の方に関しても、どの程度のセット数を組み立てることが最も効率よく筋肥大を引き起こせるのかの結論というのが導き出されました。研究の方法としては至って単純で、1週間に9セットトレーニングを組む A グループ、1週間に18セットを行う B グループ、1週間に27セットを行う C グループに分けて、上腕二頭筋のトレーニングによって筋肥大率にどんな違いが生まれるのかの分析が行われました。結果としては当たり前ですが、どのグループも上腕二頭筋の筋肥大が確認されました。ただし9セット27セットのグループというのは18セットのグループと比較し、筋肥大率の伸び率が鈍化していたという結果で、筋トレ歴1年以上の方に関しては1週間のセット数をだいたい20セットに設定することによって最も効率よく筋肥大ができるという結論が出ています。つまり筋トレ歴1年未満の方は週のセット数を10セットに設定することによって最も効率よく筋肥大率を高めることができ、筋トレ歴1年以上だいたい1年から2年くらいまでの経験者の方は1週間の総セット数を20セット程度に設定することで最速最短で筋肥大できるというわけです。ここまでがだいたい一般的に言われている筋力トレーニングで扱うセット数のエビデンスが確立している事実になります。だいたい筋トレ歴2年くらいまではこのセット数を意識していただければ、ナチュラルでも十分に筋肉はついていきます。少し話は変わりますが、こちらの図はライル・マクドナルドさんが提案したライル・マクドナルドモデルです。これは筋トレ経験値によって1年間でどの程度筋肉量が増えるのかを示したモデルでして、筋トレ1年目の方は正しくトレーニングをすることで1年間に9から 11.3kg の筋肉量が増え、2年目の方は 4.5 から 5.5kg、 3年目の方は 2.3 から 2.7kg、 4年目の方は 0.9 から 1.3kg ということで、やはり年数を重ねることによって筋肉はつきにくくなることがわかります。特に筋トレ歴3年目からは筋肉量の向上が目視ではわかりにくく、不安感に駆られアナボリックステロイドに頼ってしまうことがあります。実際にアメリカで調査されたデータからも、筋トレ歴3年目以降からのステロイドの使用率はとても高い傾向にあり、筋トレ3年目からが一つの分岐点として挙げられています。なので最後、ここからは筋トレ歴3年目以降、筋肉が増えにくくなった体に向けてのセット数の組み立て方を最新科学を踏まえながら深掘りをしていきます。論文で解決チャンネル。2022年にメソジスト大学から筋トレ歴3年から4年の男性27名を対象にして、最も筋肥大が起こりやすいセット数の組み方について調査が行われました。調査の方法は至って単純で、被験者を3つのグループに分けます。週のセット数を16セットに設定した A グループ、24セットに設定した B グループ、32セットに設定した C グループで、どのグループも1セット8から 10RM の強度に設定し、8週後の違いを分析したという研究です。超音波を使用し筋肉の厚みの変化、また筋力の変化に関しても評価が行われたんですが、結果としては実際の論文の表を出すとこんな感じになっていまして、筋力増強、筋肥大率ともに3つのグループで優位に増加しており、セット数が増えれば増えるほど増加レベルは高かったという結果で、特に上腕二頭筋、上腕三頭筋、大腿四頭筋などの大きな筋肉はセット数と筋肉の成長にかなり強い相関があったというデータでした。筋トレ歴2年ほどの方というのはセット数を増やしていけば、確かにそれに伴って筋肉は大きくなっていきますが、20セット以上では伸び率が鈍化するのに対して、筋トレ3年目以上の経験値を持つ方というのはセット数を増やせば増やすほど筋肥大率は上昇していくというわけなんです。そして2023年10月に新たなセット数に関しての知見が発表されていまして、
バックスクワットのマックスが 140kg の筋トレ上級者31名を対象にして、バックスクワット、レッグプレス、レッグエクステンションの3種目を12週間行い、常に毎週22セットのトレーニングを行うグループと、2週間ごとに4セットを追加して行うグループ、2週間ごとに6セットを追加していく3グループに分けて分析が行われました。要は徐々にセット数を増やしていくと筋肉量はどんな変化を遂げるのかを調査したということです。当たり前ですが、タンパク質や脂質、糖質の量は統一された分析が行われ、結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっています。外側広筋の厚み、横断面積ともに毎週6セット追加することによって筋肉量は優位に向上し、毎週22セットを行うグループと比較すると約 2.2 倍も筋肉量の増加に違いが生まれることが明らかになりました。つまり筋肉量の伸びが停滞しやすい筋トレ歴3年目の方は、アナボリックステロイドには頼らずセット数を徐々に上げていくことによって停滞してしまった筋肉の成長を復活させることができるというわけなんです。これはいきなりセット数を多めに設定するというよりは、徐々にセット数を増やしていく方が効果量が高いというデータですので、先週よりもセット数を多めにこなす意識を持つことが停滞した筋成長を打破するためには必要になります。もちろんセット数が多くなれば筋力トレーニングの時間も増えていきますので、時間の都合上難しいという方もいらっしゃるかと思います。そういう方は以前放送した筋力トレーニングの時短テクニックを参考にしてもらえばと思いますので、概要欄に動画の URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。時短テクニックを詳細にまとめた PDF は論文で解決公式 LINE に登録していただくと、その場でプレゼントさせていただきますので、ぜひ LINE も登録していただけると嬉しいです。ナチュラルでも確実に筋肉はつきますので、ステロイドに頼らずトレーニングを続けていきましょう。 YouTube 登録者20万人突破記念で始めた公式 LINE では LINE 限定コンテンツをプレゼントしています。約10万円分の論文データを詰め込んだ筋トレ時短テクニック5選、人工甘味料のすべて、テストステロンの分泌量を上げるための筋トレ完全版の3つの PDF を無料でプレゼントしています。今後もコンテンツを続々追加予定ですので、ぜひ無料で概要欄から登録してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。